これより本日の会議を開きます。初犯の報告をいたします。去る3月9日福島康則君ほか9名から発議案第1号八代市議会委員会条例の一部を改正する条例案および発議案第2号八代市議会会議規則の一部を改正する規則案の発議案2件が提出され受理いたしました。去る3月15日、村山俊臣君ほか17名から、発議案第3号、新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給及び接種の円滑な実施を求める意見書案の発議案1件が提出され、受理いたしました。本日、市長から議案1件が送付され、受理いたしました。そのような報告は朗読を省略いたします。日程第1から日程第49号まで、すなわち議案第1号から同第49号までの議案49件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長福島康則君。おはようございます。議会運営委員会に付託されました条例案1件の審査が終了いたしましたので、結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。議案第48号八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。経済企業委員会委員長、村川憲則君。おはようございます。です、経済企業委員会に付託されました予算案8件、条例案5件および事件3件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第1号令和2年度八代市一般会計補正予算第16号関係分、議案第3号令和2年度八代市簡易水道事業会計補正予算第5号、議案第5号令和3年度八代市一般会計予算関係分、議案第13号令和、3年度八代市呉子財産区特別会計予算、議案第14号令和3年度八代市椎原財産区特別会計予算、議案第15号令和3年度八代市水道事業会計予算、議案第16号令和3年度八代市簡易水道事業会計予算、議案第41号八代市民族伝統芸能伝承館条例の制定について、議案第42号八代市日本遺産活用推進基金条例の制定について、議案第43号八代市スポーツ振興基金条例の制定について、議案第44号八代市森林環境譲与税基金条例の制定について、議案第45号八代市簡易水道事業給水条例の一部改正について、議案第46号令和2年度八代市一般会計補正予算第17号関係分、以上13件については慎重に審査しました結果、全会一致で原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。次に
議案第18号令和2年度八代市一般会計補正予算第13号関係分に係る専決処分の報告およびその承認について、議案第20号令和2年度八代市一般会計補正予算第15号関係分に係る専決処分の報告およびその承認について、議案第23号公の施設を長期かつ独占的に利用させることについて、以上3件については慎重に審査しました結果、全会一致で承認および可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。文教福祉委員会委員長西浜和弘君。はい、西浜です。皆様おはようございます。おはようございます。文教福祉委員会に付託されました予算案8件、条例案8件、および事件1件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお、議案については執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第1号、令和2年度八代市一般会計補正予算第16号関係分、議案第2号、令和2年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第4号、議案第5号、令和3年度八代市一般会計予算関係分、議案第6号、令和3年度八代市国民健康保険特別会計予算、議案第7号、令和3年度八代市後期高齢者医療特別会計予算、議案第8号、令和3年度八代市介護保険特別会計予算、議案第12号、令和3年度八代市診療所特別会計予算、議案第33号、八代市介護保険条例の一部改正について、議案第34号、八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第35号、八代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の全部改正について、議案第36号、八代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正について、議案第37号、八代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正について、議案第38号、八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の全部改正について、議案第39号、八代市国民健康保険条例の一部改正について、議案第40号、坂田道夫道田文庫基金条例の一部改正について、議案第47号、令和3年度八代市一般会計補正予算第1号関係分、以上16件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第19号令和2年度八代市一般会計補正予算第14号関係分に係る専決処分の報告及びその承認については、慎重に審査いたしました結果、全会一致で承認してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。
建設環境委員会委員長、増田和樹君。おはようございます。建設環境委員会に付託されました予算案6件および条例案5件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第1号令和2年度八代市一般会計補正予算第16号関係分、議案第4号令和2年度八代市下水道事業会計補正予算第3号、議案第5号令和3年度八代市一般会計予算関係分、議案第9号令和3年度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算、議案第10号令和3年度八代市公共浄化槽等整備推進事業特別会計予算、議案第17号令和3年度八代市下水道事業会計予算、議案第28号八代市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について、議案第29号八代市手数料条例の一部改正について、議案第30号八代市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、議案第31号八代市浄化槽条例等の一部改正について、議案第32号八代市宅地分譲審査委員会条例の制定について、以上11件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。総務委員会委員長、橋本浩一君。改めましておはようございます。総務委員会に付託されました予算案5件、条例案5件、および事件5件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第1号令和2年度八代市一般会計補正予算第16号関係分、議案第5号令和3年度八代市一般会計予算関係分、議案第11号令和3年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計予算、議案第24号八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第25号八代市行財政改革推進委員会条例の一部改正について、議案第26号八代市行政財産使用料条例の一部改正について、議案第27号八代市コミュニティセンター条例の一部改正について、議案第46号令和2年度八代市一般会計補正予算第17号関係分、議案第47号令和3年度八代市一般会計補正予算第1号関係分、議案第49号八代市長等の給与に関する条例の一部改正について、以上実験については慎重に審査いたしました結果、
全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第18号令和2年度八代市一般会計補正予算第13号関係分に係る専決処分の報告及びその承認について、議案第19号令和2年度八代市一般会計補正予算第14号関係分に係る専決処分の報告及びその承認について、議案第20号令和2年度八代市一般会計補正予算第15号関係分に係る専決処分の報告及びその承認について、議案第21号新市建設計画の変更について、議案第22号財産の貸与について貸付について、以上5件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で承認及び可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの委員長報告 に対する質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わり、これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第1号令和2年度八代市一般会計補正予算第16号については、委員長の報告通りすなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第2号令和2年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第4号については、委員長の報告通りすなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって、本件は原案のとおり可決されました。議案第3号および同第4号すなわち令和2年度八代市簡易水道事業会計補正予算第5号および令和2年度八代市下水道事業会計補正予算第3号以上2件については、委員長の報告どおりすなわち原案のとおりに決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本2件は原案のとおり可決されました。議案第5号令和3年度八代市一般会計予算については、委員長の報告通りすなわち原案のとおりに決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。議案第6号令和3年度八代市国民健康保険特別会計予算については、委員長の報告通りすなわち原案の通りに決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第7号令和3年度八代市後期高齢者医療特別会計予算については、委員長の報告通りすなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第8号令和3年度八代市介護保険特別会計予算については、委員長の報告通りすなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第9号から同第14号まですなわち令和3年度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算同公共浄化槽等整備推進事業特別会計予算同ケーブルテレビ事業特別会計予算同診療所特別会計予算同プレコ財産区特別会計予算および同シーバル財産区特別会計予算以上6件については、委員長の報告通りに
すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本6件は原案の通り可決されました。議案第15号から同第17号まで、すなわち令和3年度八代市水道事業会計予算、同簡易水道事業会計予算および同下水道事業会計予算、以上3件については委員長の報告通り、すなわち原案の通りに決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本3件は原案の通り可決されました。議案第18号令和2年度八代市一般会計補正予算第13号に関わる専決処分の報告及びその承認については委員長の報告通り、これを承認するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員。よって本件は承認することに決しました。議案第19号令和2年度八代市一般会計補正予算第14号に関わる専決処分の報告及びその承認については委員長の報告通り、これを承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は承認することに決しました。議案第20号令和2年度八代市一般会計補正予算第15号に関わる専決処分の報告及びその承認については委員長の報告通り、これを承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は承認することに決しました。議案第21号新市建設計画の変更については委員長の報告通り、すなわちこれを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は可決されました。議案第22号財産の貸付については委員長の報告通り、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本件は可決されました。議案第23号公の施設を長期かつ独占的に利用させることについては委員長の報告通り、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本件は可決されました。議案第24号から同第28号まで、すなわち八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、八代市行政改革行財政改革推進委員会条例の一部改正について、八代市 行政、財産使用料条例の一部改正について、八代市コミュニティセンター条例の一部改正について、および八代市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について、以上5件については委員長の報告通り、すなわち原案等に決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって、本5件は原案の通り可決されました。議案第29号から同第32号まで、すなわち八代市手数料条例の一部改正について、八代市地区計画の区域内における建物建築物の制限に関する条例の一部改正について、八代市浄化槽条例等の一部改正について、および八代市宅地分譲審査委員会条例の制定について、以上4件については委員長の報告通り、すなわち原案の通りに決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本4件は原案の通り可決されました。議案第33号から同第39号まで、すなわち八代市介護保険条例の一部改正について、八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、八代市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の全部改正について、八代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正について、八代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正について、八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の全部改正について、八代市国民健康保険条例の一部改正について、以上、7件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。はい、挙手全員。よって本7件は原案の通り可決されました。議案第40号から同第45号まで、すなわち坂田道田道を道田文庫基金条例の一部改正について、八代市民族伝統芸能伝承館条例の制定について、八代市日本遺産活用推進基金条例の制定について、八代市スポーツ振興基金条例の制定について、八代市森林環境税、環境譲与税基金条例の制定について、および八代市簡易水道事業給水条例の一部改正について、以上、6件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本6件は原案の通り可決されました。議案第46号から令和2年度八代市一般会計補正予算第17号については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第47号から令和3年度八代市一般会計補正予算第1号については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立、はい、起立全員。よって、本件は原案の通り可決されました。議案第48号、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員。よって、本件は原案の通り可決されました。議案第49号、八代市長等の給与に関する条例の一部改正については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。日程第50、すなわち議案第50号の議案一件を議題とし、これより提出者の説明を求めます。はい、市長中村博君。おはようございます。ただいま上程されました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案第50号は教育長の任命につき同意を求めることについてで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育長に北岡宏氏を任命することについて議会の同意を求めるものであります。北岡氏は昭和52年に旧八代市に入庁され、子ども家庭課長、秘書課長、教育総務課長、教育部長などを歴任され、平成27年3月に定年退職された後、同年4月から現在に至るまで教育長を2期6年間お務めいただいております。同市の教育行政全般にわたる豊富な経験と幅広い知識は、その謹厳実直な人柄とともに教育長として適任であると考え、議会にお諮りするものであります。以上が提案理由の説明でございます。よろしくご審議の上、何卒ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上で提出者の説明を終わり、これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。はい、以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案一件については委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。なければ以上で討論終わり、これより採決いたします。議案第50号、北岡宏君を教育長に任命するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立。全員よって、本件は同意することに決しました。日程第51から同第52まで、すなわち発議案第1号から同第2号までの発議案2件を一括議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。福島康則君。ただいま上程されました発議案第1号、八代市議会委員会条例の一部を改正する条例案および発議案第2号、八代市議会会議規則の一部を改正する規則案について発議者一同を代表し趣旨弁明を申し上げます。はじめに発議案第1号、八代市議会委員会条例の一部を改正する条例案につきましては、本年4月1日からの組織機構再編に伴い、八代市議会委員会条例におきましても改正が必要となり、その一部を改正しようとするものであります。改正の内容でありますが、別紙議案記載のとおり、八代市議会委員会条例の第2条第2項第1号の総務委員会に関します所管のうち、宇宙、資産経営課を財産経営課に改めるものでございます。合わせて第2号の建設環境委員会に関します所管のうち、宇宙、下水道建設課に続くおよび用地課を用地課および災害復旧課に改めるものでございます。次に発議案第2号、八代市議会会議規則の一部を改正する規則案につきましては、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、住民が議員として活動するにあたっての制約要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化する とともに、出産について産前産後期間にも配慮した規定の整備を図ったほか、行政手続きなどにおいて原則として押印を廃止する政府の政策動向を踏まえ、市議会に対する請願に対する署名押印の見直しを図るものでございます。具体的な改正点としましては、大きく分けて2点ございます。まず1点目は、議員の欠席の届出についてで、現行の会議規則第2条第1項では、議員は事故のためとしておりましたものを、改正案では、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他やむを得ない事由のためとし、また現行の会議規則第2条第2項では、
議員は出産のため出席できないときは日数を定めてとしておりましたものを、改正案では出産予定日の6週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間、前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにしてとし、会議規則第91条につきましては委員会への欠席届出となっており、同第2条関係度同様の改正内容となっております。続いて2点目は請願書への押印関係についてで、現行の会議規則第139条第1項に個人によるものと法人によるものをまとめて条文とされておりましたものを、改正案では第1項に一般個人によるもの、第2項に法人によるものとして分けてあります。現行の会議規則第139条第1項では、請願書の住所及び氏名、法人の場合にはその名称及び代表者の氏名を記載し、請願者が押印しなければならないとしておりましたものを、改正案では第1項には及び請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印をしなければならないとし、第2項では代表者が署名または記名押印をしなければならないとし、押印を必要としていたものを署名以下記名押印のいずれでも認める内容となっております。以上でございます。どうかこの趣旨にご理解をいただき、ご決定いただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議案2件については、委員会付託を承諾いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第1号、八代市議会市議会委員会条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員よって、本件は原案のとおり可決されました。発議案第2号、八代市議会会議規則の一部を改正する規則案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立全員よって本件は原案のとおり可決されました。日程第53、すなわち発議案第3号の発議案1件を議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。村山俊臣君。はい、4番村山俊臣。ただいま上呈されました発議案第3号、新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給および接種の円滑な実施を求める意見書案の提出方について、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。令和3年2月24日、菅内閣総理大臣は、高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン、以降ワクチンと言わせていただきます、の接種について、4月12日から開始できるよう政府として準備を進めていく方針を表明しました。ワクチン接種により
重症者をできる限り減らし、医療機関の負担を軽減することが期待されており、現在国主導のもと、本市ではワクチン接種体制の構築に向けた万全の準備を進めているところであります。今回のワクチン接種は多くの国民を対象に短期間で実施する前例のない取り組みであるため、密にならない接種場所および必要人員の確保、ワクチン接種後の副反応が生じた際の対応などの準備を速やかに整える必要があります。しかしながら、国から供給されるワクチンの数量および時期に関する情報が不確定なため、ワクチン接種を行う医師・看護師の確保および接種会場の準備に支障が出始めているのが現状であります。よって、国による新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給および接種の円滑な実施を強く要望するものであります。どうかこの趣旨にご理解をいただき、満場一致ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議案1件については、委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第3号、新型コロナウイルスワクチンの安定的な供給及び接種の円滑な実施を求める意見書案については、原案の通りに決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立。全員よって、本件は原案の通り可決されました。次に、閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。別紙、閉会中の継続審査調査の調査申し出のあった案件のとおり、経済企業委員会委員長から所管事務調査2件、文教福祉委員会委員長から所管事務調査2件、建設環境委員会委員長から所管事務調査2件、総務委員会委員長から所管事務調査2件、議会運営委員会委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項、以上11件についてそれぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。本申し出のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第54、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、会議録署名議員に北園武博君、山本幸博君を指名いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。閉会にあたり市長から発言の申し出がありますので、これを許します。市長中村博夫君。閉会にあたりまして、一言お礼を兼ねまして、ご挨拶申し上げます。今月1日から始まりました市議会3月定例会におきましては、令和3年度一般会計予算をはじめ、提案いたしましたすべての議案につきまして、原案通りご賛同いただき、誠にありがとうございました。議員各位から賜りました貴重なご意見、ご要望につきましても、真摯に受け止め、本日成立いたしました令和3年度当初予算等を最大限に活用しながら、坂本町の復旧復興や新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、本市が抱えるさまざまな課題解決に向け、職員と一丸となって全力で取り組んでまいります。ここで坂本町の復旧復興に関しまして、2点ご報告させていただきます。まず1点目は、
坂本市長仮設庁舎における業務開始についてであります。一等園南側に完成した仮設庁舎での業務を予定通り今月15日に開始いたしました。私も当時の朝現地に赴きまして、所職員や八代消防署坂本文書職員等に対し訓示をしたところであります。今後は当該仮設庁舎を拠点として坂本町の復旧復興や地域活性化に向けた取り組みを加速させてまいりたいと考えております。次に2点目も同じく坂本市長関連で、市長の再建維持についてであります。坂本町の創造的復興に向けた最重要課題と位置づけております坂本市長の再建につきましては、これまで坂本町復興計画の策定に向けた地域懇談会や地区別懇談会を13回開催するとともに、計画案に対するパブリックコメント等を通じて坂本町の皆様などから多くのご意見をいただいております。また市所周辺にございました駐在所をはじめ、消防署、郵便局、農協、森林組合、商工会などの関係機関からもご意見を伺っていたところであります。このような地域の皆様や関係機関などからは、5カ所の候補地に対し現地での再建を望む声が一番多く寄せられており、合わせまして早期の再建、町機能の集約化といったご意見もいただいておりました。16日に開催いたしました第6回八代市復興推進本部会議におきましては、八代市坂本市長再建に係る有識者検討会での検討結果の報告などを受け、総合的に検討した結果、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトによって安全性が高まることに加え、さらに安全度を高めるため、現地盤高より3メートル程度のかさ上げ等を実施した上で、坂本市長の再建位置は現位置付近一帯とすると決定いたしました。主な理由といたしましては、従来の生活サービスの拠点であり、地域住民の皆様にとって利便性の高い町機能を集約し、にぎわいの再生を目指すことが重要であること、および新たな土地取得の必要がなく早期の再建が可能であるということでございます。今後は地域の皆様をはじめ関係機関の皆様と協議しながら、市長の再建に向けしっかり取り組んでまいります。以上報告とさせていただきます。日ごとに寒さも和らぎ、桜もちらちら咲き始めた、まあ、春も間近に感じられるようになってまいりました。まあ、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあろうかと思います。そしてまたコロナウイルス変異型ですね、もう第4波という話もございますので、議員閣議におかれましては健康に十分留意され、ますますご活躍いただきますよう心から祈念申し上げまして、閉会にあたっての挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。これをもって令和3年3月定例会を閉会いたします。